ベル X-5X-5 はアメリカ合衆国のベルヤアクラフト社が開発した実験機で飛行中に主翼の後体格を可変する機構を持った世界最初の航空機である。可変後体翼の稼働範囲 P1101 の模型。X-5 はこれに酷似した機体形状をしている。アメリカ軍は第二次世界大戦においてドイツに進行し、そこで研究されていた。 可変抗体核の技術資料を取得した。ドイツにおいては、主翼の抗体核の取り付け角度が調整できる、メッサーシミット P1101 の開発が進められており、アメリカ軍は未完成であった、この機体を本国へと持ち帰り、研究を継続することとした。P1101 を飛行可能とすることが考えられたが、機材の状態や搭載エンジンの問題があり、 可変機構を組み込んだ実験機を新造することとなった。このための実験機 X-5 は1949年7月26日に発注されている。機体は P1101 に告示した形状であり、胴体下部にジェットエンジンを装備、機種にインテークを有している。主翼は中翼配置で可変交代翼機構を組み込んでいる。ベル社は可変交代翼機構に 電動モーターを用い、抗体角が増すときは、主翼取り付け位置を前進させ、空力中心を保ちながら、抗体角を可変にできるようにした。P1101 は、地上でのみ、抗体角を変化させられたが、X-5 は飛行中に操作でき、その角度は20度から60度まで変化する。最低角から最高角までの変更には、約20秒を要した。 1951年2月に最初の X-5 が完成し、2号機も製作された。それぞれ同年の6月20日と12月10日に初飛行している。2号機は1953年10月14日にスピンによる事故でパイロットと共に失われている。1号機を用いた試験飛行は1955年まで続けられ。 その後も1958年までエドワーズ空軍基地で自らの開発試験が終わった後もチェースプレーンとして用いられた。1958年にオハイオ州デートンの国立アメリカ空軍博物館に送られてから現在も展示されている。X-5 は広い速度域で使われる航空機に対する可変交代翼の利点を証明し、 後々の F-111,B-1 や F-14 などへの可変交代翼の採用をもたらした。一方で安定性の問題も抱えていたため、NATO など諸外国向けの低コスト戦闘機として導入する構想は中止された。諸言性能、ありがとうございます。